ピンチがチャンス JJ チャンネルです。どうも皆さんこんにちは。今日はですね、この男、そうです、宮川大輔の話をしたいなというふうに思います。違う、似てるよね、桐島さとしね、話をしたいと思います。彼はですね、今日です、2024年の1月の29日にですね、搬送先の病院で死亡しました。彼についての動画をですね、ちょっと皆さん方にお届けしたいなと思うんですけれども、彼はですね、ガリガリに痩せてですね、道路でこううずこまっとったんですよ。で、通行人に助けてくれ言うたらですね、その通りかかった通行人二人が彼をね、どないしたんや言うてね、言うたら、ちょっと俺のアパートまで運んでくれ言うらしいですわ。で、まさかそれがですね、あの大指名手配犯の桐島さとしと知らんかったらしいですわ。で、アパートに運んであげました。で、アパートからですね、病院に連絡入れたんやろね。で、病院に搬送されるんよ。で、病院に搬送されたらもう死にかけですわ。末期がんですわ。ね。で、その時に、驚くべき供述をし始めたんですよ、この桐島は。実はなぁ、言うて、俺はなぁ、あの、全国に700人指名手配されてる中で、一番有名な、あのポスターに出てる宮川大輔に似ている連続爆破事件の、俺は、50年間逃亡していたテロリストの桐島聡やということをですね、供述したんですよ。病院はびっくりしたんですよ。ほんまかいなー言って警察は電話する。警察はほんまかいなー言って公安へ電話する。ブワー駆けつけてね、質問するんですよ。で、俺は桐島さとしやで、ほんまかいなーって、お前のお前160センチぐらいやな。そやけどお前の言うてることあれやなーとね、犯人しか知らんようなこと全部言うな。家族構成もみんな思ってるな。ひょっとしたらお前ほんまに桐島さとしかーって言うてるときにですね、なんと今日、ね、29日にですね、末期がんで亡くなってしまったということなんですよ。で、この桐島さとし、皆さんどうですか？このポスター見たことあるよね。警察署とかね、いろんな区役所行ったりとか、指名手配のポスター貼ってますよね。その中で一度は見たことあるん違う？で、僕もですね、こいつ何しよったかな、宮川大輔によう似てるよなと思ったらですね、これ連続ね、まあ言うたら大企業ばっかり狙ったゼネコンとかですね、言うたらそういうとこばっかし狙ったですね、あの爆破事件のテロ事件がようけあったんですよね。この事件の犯人やったんですよ。で、50年間逃亡してたんです。逃亡してたんですよ。ほんで、もう死んだんちゃうか言われたんやけれども、生きとったんやね。そやけど見つかってすぐに亡くなったんやね。ということで、この桐島さとしの今日はちょっと動画なんですけれども、はじめにね、ちょっと皆さん方に、勘違いしてるというか知らん人多いのでね、彼はですね、誰も殺めてないんですよ。誰も殺めてないのに50年間逃亡した悲劇なんですよ。僕どっちか言うたらね、彼非常に悲しすぎる人生やったと思うんですよ。ね。末期がんですよ。末期がんで、要するに、もうずーっと偽名を使って工務店で働いとったわけですわ。だから保険証もないんですよ。銀行口座もないんですよ。現金も手渡して持ったんですよ。50年間どうですか？保険証もない、銀行もない。そして偽名を使ってずーっと逃げ回ってる生活、どんだけしんどいねんということなんですけれども。まあ、そらね、動画見てる方ね、そらお前犯行を犯してんやね。そんなことをやるんやったら、そら当然やと、当然の報いやと、ね、いうふうに、思われる方いるけれども、僕はね、そうでもないと思うんですよ。何がそうでもないと思うかというと、彼は、本来なら時効になってる案件なんですよ。で、彼はですね、4つの事件に関与していて、3つの事件は時効になってて、1個だけ時効になってないんですよ。で、当然ですよね、50年前の事件ですが、時効になってて当たり前のになんでなってへんねん言うたらですね、この4つのうちの3つは時効になってるけど、この1個の事件の、要するに、共犯しとった、これ女がおるんですけれどもね、女の人がいてるんですけど、彼女がですね、海外逃亡したり、ね、この、日本赤軍と一緒にハイジャックの時に一回また解放されたりしたり、いろんなですね、ことでですね、時効になってないんですよ。で、時効になってたらね、もう時効や、言うて出てきて、俺はもう桐島さとしやって、こいつやったら言うてたと思うわ。もう死にかけてね、俺の人生もう偽名で死ぬの嫌や、桐島さとしや、言うて死にたいって言ったぐらいから、時効を待って、彼は発表したと思うわ。もしも時効があったとしたらね。で、非常に悲劇のね、人間やと思います。で、この事件自体がね、
なんで僕は悲劇のヒロインと言えるかというとですね、二面性があるんですよ。何の二面性があるかというと、この事件そのものは僕はある意味正義の事件でもあると思ってます。ね。で、彼自身はもう一回言うときますけれども、誰も殺めてませんよ。で、ちょうど学生運動が、起こった、まあ、日本赤軍だ、連合赤軍だ、学生運動、ね、日本中に、北海道からもう九州の果てまでですね、日本中の大学に極左と言われる小さな過激派が何十何百と生まれた時代があるんですよ。日本赤軍と連合赤軍だけではないんですよ。いっぱいこのような極左と言われるですね、イデオロギーですか、の学生たちがいたんですね。で、彼らの思想の中心には一体何があったかというとですね、正義があったんですよ。義があったんですよ。義の道を進んだというね、この思想があったということはね、これ間違いないんですよ。どういう義があったかというとですね、戦後の日本はね、誰も責任を取らずに違う方向に進んでいっている。ね、この違う方向に進もうとしている日本、これ日米安保もしかりなんですけれども、ね、こう考えたんですよ。日本を愛する。愛するがゆえにこのままではいかん。日本の方向を変えなければいけないということで、反日活動をしたのがこの極左、この学生運動、この霧島聡もそうなんですよ。ということで、正義のために日本を変えるという方向で、暴力を使ってしまった。テロを使ってしまったというところを取ってしまえば、それが、違う方向でやっていたとするならば、僕は違う結果になっていたのではないかなということで、この動画を上げているということなんですね。で、彼らはですね、資金調達、赤軍であった、連合赤軍なんか有名ですよね。銀行強盗をしたりとかね、鉄砲を撃ってるところにバーン入っていって強奪したりでしてね、資金を備えして集めとったけれども、彼らはね、びっくりしたんですよ。日本中がこのテロ事件ね、企業を狙って無差別テロをやってるね、こいつらですね、どんな奴らかわからんかったわけですよ。なんでわからんかったか言うたら、こいつら全員、霧島聡以外も全員がサラリーマンやったんですよ。全員サラリーマンして普段分かれへん。そしてこれも爆破事件、有名なこの三菱の本社ビルの爆破事件ね。でもですね、これお昼の休憩時間にやっとるわけですわ。ね。で、アジトも発見されるんやけども、アジトにはもう地下掘ってね、爆弾を作るとこ作ってたりして、普段はですね、サラリーマンとして働いて、そのサラリーマンの給料の半分をみんなで出し合って活動資金にしていたという、超真面目な資金調達をやったんですよ。だからちょっとですね、他の過激派、ね、極左とは違うんですよ。ということで、このかわいそうな正義の霧島聡ね、本来ならば時効が来ていてですね、綺麗な体になって人生出直せたかもわからない霧島聡ね、ガリガリであっちへ向いてほいで死んでしまった霧島聡のちょっとね、悲しい人生のお話をね、皆さん方にお届けしたいなというふうに思います。ね、で彼はですね、1954年、昭和の29年の1月の9日、広島県で生まれてます。そしてですね、彼は高校時代に知り合ったね、高校時代でさ、結構おませですよね。高校時代に知り合った同級生なんかがですね、結構この日本を変えなあかんなとか、そんな話しとったみたいわ。もう高校生時代に。ね。ほいで大学になって、明治大学法学部の時にですね、この武装派のね、組織にまあ入るわけなんですけれども、彼はですね、この明治学院の、この法学部の4年生の時にですね、付き合ってる女の子がおって、ね、彼自身はね。で、お父さんとお母さんにね、銀行からお金出してね、おちょっと俺女と出かけてくるわ、さよなら言うて、それ以来50年間、一切家族とも連絡取ってなかったんですよ。で、その間に、まあ、事件を犯してるということなんですね。で、彼は、この、霧島聡自体がですね、入ってた、この武装組織がですね、東アジア反日武装戦線という、この、チームに入ってたんですよ。で、この東アジア反日武装戦線っていうのは、まあ、連合赤軍とか、日本赤軍とか、名前聞いたことあるでしょ？これと同じような極左グループです。東アジア反日武装戦線ね。で、こいつらはですね、すごい少数、10人ぐらいの少数なんですけれども、3つのチームがあったんですよ。狼って言われてるチームと、大地の牙って言われてるチームと、そして、この霧島聡が入っていた、サソリというね、チーム。この三つのチームでできてたのが東アジア反日武装戦線ということで、彼らがちょっと違うのはですね、企業ね、
大手の企業、三菱であったり、大成建設であったり、狭間組であったりですね、世界に進出していくような大手ゼネコンであったり、大企業、財閥ばっかしを狙ったテロ事件を犯してるんですよ。で、なぜ企業ばっかりを狙った事件を起こしてるかというとですね、外国、日本はアジアから搾取している国なんだという考え方があって、企業そのものが、いわゆる、権力を持って、国を悪くしていく本質、まあ、根源なんだみたいな考え方を、なんか歪んだ考え方を持ってたわけですわ。それで企業にテロ活動をしていった。これ、義の正義の一環としてね。で、この中で有名なのがですね、例の三菱の、爆破事件ですね。まあちょっと動画をね、流しながら皆さん方にちょっとお話を進めていきたいんですけれども、この霧島聡が入っていたですね、東アジア反日武装戦線、ちょっと、なりそめをお話したいと思うんですけれども、もう一つここで言っておきますね。この霧島聡は誰もやってないわけですから、この、誰も、やってないんですよ。殺めてないんですよ。なんで、この三菱の事故では380人の方が負傷者出て、8人の方が亡くなってるけど、この事件には霧島聡は関係していないということをちょっと頭に入れて聞いてください。で、この東アジア反日武装戦線っていうのは、1970年の春です。大道寺正史という人間、この学生の人間ですね。法政大学文学部の人間がですね、L クラス闘争委員会という局舎のグループを作るんです。小さなグループを作ります。まあ、これは、当然、学生運動の時にですね、いろんなところに、まあ、何百ぐらいかな、こういう、このイデオロギーの極左のチームができましたよね。有名なのが、赤軍だったり、連合赤軍だったり、今日話してる東アジアの反日のね、武装戦線ですけれども、いっぱいできている中で、この、大道寺正史っていうのが L クラス闘争委員会っていうのを作ったんですよ。小さいね。だけど、これは空中分解してしまうんです。だけれどもね、1972年、その2年後の12月に、よし、もう一回立ち上げようということで、東アジア反日武装戦線というチームを作ったんですよ。これはチームの看板だけで、少人数やったんですね。で、誰でもこの看板を掲げて入ってきて、ええで、みたいな形で看板を掲げて、自分たちは数人で、チームを作ったわけです。確か、狼いうチームやっちゃうから、を作ったわけですよ。そこでごっついことをやりよったわけですわね。で、その前にですね、ハラハラ時計とか言ってね、まあ、日本で今言うたら、まあ、ちょっと違うけど、まあ、共産党の赤旗みたいな新聞みたいな小冊子、ハラハラ時計みたいなも出版したりしたんですよ。ね。そして、このですね、東アジア反日武装戦線がごっついことやるんですよ。これが、380人の重刑者、そして8人の死者を作った三菱重工爆破事件をやるわけですわね。これちょっと動画を流しながらね、皆さん方にお話ししていきますけれども、ね、彼らはですね、これは、反抗するときにね、このときにまだこの霧島聡は参加してませんよ。この大道寺正史たちがやったですね、この事件はですね、彼らもびっくりしたらしいです。こんなに強力にバーンと爆発するとは思ってなかったんですって。で、これなんでかというとですね、この爆弾そのものが、天皇陛下も狙ってたんですよ、こいつら。で、天皇陛下が乗ってる列車が陸橋を渡るときに、この陸橋を爆破する爆薬ね、作っとったんやけども、この天皇陛下のこの陸橋の爆破は未遂に終わるんですわ。なんかちょっと反抗せえへんかったらしいで、途中で情報が漏れてね。で、その爆弾余ってるやんか。その余ってる爆弾を三菱のところに持っていくわけですわ。玄関の入り口にね。んで電話するんですよ。おい、お前ら爆破するぞ、言うて。電話から8分後に爆発したんですよ。それが彼らもびっくりするぐらいの大爆発をね、この映像を見てもらってるような大惨事になるわけですよね。ほんで8人の方が亡くなるんですよ。で、日本人は震撼するんですよ。すごい、このテロ起こったやないか、言うて、そして、俺らは東アジア反日武装戦線である、言うて声明を出して、こっから12個のね、この大手企業、狭間組で体制であったりとか、財閥を狙ったいっぱい事件を起こしていくので、もうサラリーマンとか、もう会社の人間震え上がってるわけですわ。いつ自分のところもね、これ破壊されるのわからんと。で、マスコミも騒ぐんですよ。一体どんな奴らがこんなことやってね、どんな凶暴な奴らがやってね、このテロリストはと思ってるんですけれども、彼らはですね、なんとですね、見かけはというかですね、普段の生活は全員がサラリーマンやったんですよ。全員がサラリーマンやったんですよ。で、普段は会社へ行ってスーツ着て営業とかやってるんですよ。で、今回のこの三菱のこの事件もですね、お昼の12時からの休憩の間に爆弾仕掛けて犯行声明出してる。そして資金集めもね、自分の給料の半分を
活動費に回すというですね、そんなことをやったんですよ。だからびっくりしたんですね、捕まった時にね。で、なんで彼らが捕まったか言うとですね、さっき言ったハラハラ時計っていう出版してる印刷工場に、足がつくんですよ。で、その印刷工場から一斉に取り締まって全員がバーン行かれるんですよ。で、全員が行かれた時に、その中の一人が、この霧島の鍵を持ってて、ね、霧島もこいつも、仲間やないか、いうことで捜査が入る。それを霧島が知る。だから霧島が捕まらんとこを持って逃げた50年っていう話ですわ。ね。で、霧島たちはこれ、サソリというチームにね、この東アジア反日武装戦線で参加するんですけれども、この三菱重工のね、いわゆる事件の後に参加するんです。こっから4つの事件を繰り返すんですよ。ね。で、この12件の事件をやってる時にですね、この、仲間たち、ね、このサソリのメンバーであったり、大地の牙であったり、狼のメンバーなんかがですね、全部捕まるんだけれども、一旦釈放されることが起こるんですよ。で、これは、一、なんで釈放されるかというと、1977年の10月にですね、日本赤軍がクアラルンプールで大使館を占拠したりとかですね、ハイジャックしたりした時にですね、おい、お前ら人質交換や、16億円持ってこい、日本ね、日本人がやってんだよ、これ日本を変えるためにね、この赤軍がやってるやつ、日本赤軍がね、16億円持ってこい、ほんで前に捕まった極左のグループ、東アジア反日武装戦線であったり、いろんなこの極左の連中、今捕まってるやつ、釈放せ言うてですね、交換条件出すんですよ、1977年の10月にね。そうしたらですね、その時の三木首相がですね、普通やったらテロに屈しないとかいうことやねん、今やったらね。じゃあその時は、一人の命は地球よりも重いとか、なんかわけわからない理屈でね、16億円も払う。そしてみんな解放してしまうんですよ、一部ね。で、ここで、この東アジア反日武装戦線で捕まってた人間も解放されたりしたり、海外逃亡したり、いろんな中で、この霧島の刑期が伸びていくんですよ。まあ、こういうことで刑期が伸びたということなんですね。で、この、超法規的処置っていうらしいですわ。この、今捕まってる人間、人質交換みたいなね。これが行われたんですね、日本でもね。で、こういう中で、激動の中で、霧島さとしはですね、誰もやってないのにね、自分の仲間が捕まった時に鍵を持ってるから自分もバレて逃げたまんま、お父さんとお母さんに銀行からお金下ろして逃げたまんま、時効切れたら多分こいつやったら俺が霧島や言うてたと思うわ。ね。苦しかったと思うよ、こいつ。保険証もない。ね、銀行もない。でもガリガリに出して巻きがんで病院も行かれへん。倒れるところ運び込まれて。重たんやろね。重たんやろね、病院で。俺もこのまま、ね、ガリガリに痩せてね、こんなもう、偽名を使って死んでいくのは嫌やと。俺はもともと日本を変えるために、こっから考察やで。俺はもともと日本を英方向に変えるためにね、やったんやと。ね。だけども最後はやっぱり俺はこの偽名じゃなくて、霧島さとしで、命を、ね、絶ちたいと。まあ分かったんやろね。自分でもうすぐもう倒れ込んで死ぬいうのがね。まあ悲しい事件ですわね。で、この事件ね、僕ね、二面性があるっていうのはこういうことなんですよね。この爆破事件で8人の人亡くなってます、三菱の事件でね。当然これはもうお悔やみ申し上げます。巻き込まれたわけやから。巻き込まれたね、わけやからね。まあこれはこれで悲しい事件やけれども、犯行を犯した人たちの動機なんですよ。そもそもの動機は正義から来てますよね。日本をなんとか変えたいという正義から来てますよね。だけれども、ここで僕思うねんけれども、彼らは、いわゆる暴力に走ってしまったんですよ。で、これ暴力に走らずに、考え方は素晴らしいじゃないですか。日本が違う方向に行こうとしてる。今の政治の政党と一緒ですよね。日本が違う方向に行こうとしてると。ね、俺たちはもっと違う形の日本を作りたいんや、いうね。これで、今10人ぐらいやった。この仲間を20人、100人、1000人、1万人、10万人、日本を変えていくような仲間づくりというね、方向を手法にしたんやったら、日本は違う形にね、変わっていたと思う。ね、この戦後の日本、極左と言われてる人たちが、武力によって、国家権力によって、警察組織によって、アメリカによって鎮圧されてしまったんですよ。鎮圧されずに彼らがテロ行為を起こさなくてもいいような形の中で、仲間を増やしていく環境が日本にあれば、今もっと日本が良くなっていたんではないかなっていうふうに考えます。どうしてね、一つ一本いい映画があります。狼を探してという映画ね。これぜひ見てほしいんですよ。これ今は公開されてないんですけれども、今から2年前にですね、韓国の
キム・ミレさんという監督が作った映画、狼を探してという映画です。これドキュメンタリーの映画なんですけれども、非常にいい映画です。めちゃくちゃいい映画です。この、キム、ミレさんという監督はですね、鎌ヶ崎に行ってですね、日雇い労働者、と出会うことによってですね、日本でこんなことがあったということを知るんですよ。こんな学生運動があったということを知るんですよ。東アジア戦線のことをね、狼たちのことを知るんですよ。サソリたちのことを知るんですよ。そして、外国人の立場でこの映画を作ったんですよ。全然歪みのない映画なんですよ。ね。だからぜひこの映画見てください。非常に考えさせられる映画です。で、これ2年前にね、全国ね、30ぐらいのミニシアターで公開されたんですけれども、右翼なんかがね、この映画反対や言うて凱旋回ったりして中止になってる劇場もたくさんあって、まあ見れるチャンス少なかったと思うんですけれども、ぜひ見ていただきたいんです。もしこのね、今ちょっと僕らの世代の一つ上よね、僕らより一回り上の世代ですよね、この学生運動やってた人たちっていうのはね。だから僕らよりもうちょっと下の人ってもう全くピンとけえへんの違うかな。いうことで、もしもこの動画を見ててね、ちょっと学生運動のこともうちょっと知りたいな、なんで日本を変えようと思ったんかななんて思う方は、ぜひこの、キム・ミレ監督の狼を探して、いつか公開されると思いますから、またねミニシアターでされると思いますから、ぜひご覧になってください。いかがでしたか今日の動画ね、チャンネル登録よろしくお願いしますということです。はい、以上 JJ チャンネルでした。